どうも、ですね、今日なんですけれども、驚いたことがありまして、僕以前ね、エヴァンゲリオン、新エヴァ公開時にですね、動画を出させていただいて、その時に、許可取りをね、いろいろして撮らせていただいたんですけれども、それのご縁か、公式さんからですね、バンと、箱が届いたんですよ。箱が。これ、で、僕まだ開けてないんですけど、何が入ってるのかなっていうことで、ちょっと開けてみようかなというふうに思います。何なんだろう。ちょっとすごく気になるところなので、開けてみようかなと思います。はい。じゃあ早速、開けていきたいと思います。開けます。はい。Amazon プライムビデオ。書いてますね。新エヴァンゲリオン劇場版8月13日から独占配信開始、 Amazon プ12でとのことです。エヴァンゲリオンファンの皆様へ、毎日猛暑が続きますが、皆様には、お健やかにお過ごしのことと存じます。日頃はお引き立てを承りまして、誠にありがとうございます。2021年8月13日金曜日より開始される新エヴァンゲリオン劇場版 Amazon プライムビデオでの世界同時配信を記念し、心ばかりではございますが、ギフトを送らせていただきます。世界中のファンと一緒にお楽しみいただければ幸いです。新エヴァンゲリオン劇場版の世界同時配信のご感想、意見などありましたら、SNS などでお知らせくださいということで、どうやらこう8月13日からですね、Amazon プライムビデオの方で独占配信が開始されると、新エヴァが。ということの記念したグッズなのかな、を送っていただきました。ありがとうございます。ああ、すごい。で、何入ってるかというと、クリアファイルですね。新エヴァの。クリアファイルが入っております。さらば、すべてのエヴァンゲリオン、これ。マジでいいキャッチコピーというか、あれだよなって思う。次いきますね。はい、次は、綾波レイノと、アスカ、そして、あれですね、サインが入ってますね。すごっ。これは直筆っていうか、その多分あれなんです、コピーの。あれが入ってます。そしたらめぐみさんが、ありがとうって、なんかちょっとこう小さい文字で、小さく、で、点々点と、綾波っぽく、書いてくださってますね。で、こちらには、あんたバカと、アスカっぽく。これなんかすごいな。これなんかすごいですね。これすごいぞ。で、これはなんだ？これはなんか次、これはだって、シンジ君と美里さんですよね。なんだこれ、漫画だぞ。ちょっと待ってください。これはな、すごいぞ。これはすごいぞ。これはすごいぞ。ちょっと待ってくださいね。これすごいぞ。これね、これおそらくなんですよ。これおそらくなんですけど、この漫画になってるんですよ。なんか漫画なんですけど。で、後半部分はちょっと画集みたいな感じなんですけど。エヴァンゲリオン劇場版9あったじゃないですか。あれ前半っていうか、冒頭部分でシンジ君、初号機をこう回収するみたいなところから始まってたと思うんですけど、そこのちょっと前の話ですね。寸前の。これすごいぞ。これ、やば。エヴァンゲリオンエクストラマガジンって書いてあります。すごっ。これはなんか後でじっくり読みたいと思います。はい、次ですね。手ぬぐい。エヴァンゲリオン手ぬぐいをいただきました。槍ですね。これロンギヌスの槍かな。ロンギヌスの槍。で、次。マスクですね。トップシークレットと書いてあるマスクです。やっぱこの時期マスクはめちゃめちゃ助かりますよね。やっぱね、嬉しいです。ありがとうございます。
いただきます。すげえ。そしてあ、エヴァンゲリオンの T シャツですね。 XL の T シャツが入ってます。ちょっと着てみます。はい、バイバイオールオブエヴァンゲリオン、さらば全てのエヴァンゲリオンということで、さらば全てのエヴァンゲリオン T シャツいただきました。ありがとうございます。これね、あれ着ようかな、ずっと YouTube の時、 YouTube 用のコスチュームとして。すごいサイズ感もね、僕結構デカめな T シャツ着るんで XL で結構ぴったりです。ありがとうございます。そしてラストですね。ラストはスリムサーモステンレスボトル、ステンレスのボトルか。はあ、はあははあ、そう、エヴァンゲリオン仕様になってるのかな。あ、これは違うと。これは何だというとですね、Amazon プライムビデオですね。あ、これすごい珍しくないですか。すごい、これありがとうございます。なんかステンレスなんで、あれでしょう、めちゃめちゃ保温効力がいいというか、魔法瓶なんで保温効果がいいやつですね。ありがとうございます。これからの、ね、残暑にぴったりなものをいただきました。ありがとうございます。今回はですね、こんなにたくさんの素敵なプレゼントをいただいてしまいました。なんか本当に申し訳ない。なんか僕ただ紹介しただけなのに、こんなになんかいろいろいただけてすごく光栄でございます。ありがとうございます。なんか僕にできることがあれば、また何か何でも、していければいいなと思います。で、最後の紹介ですね。この魔法瓶ステンレスボトル Amazon プライム、マスクですね。マスクと手拭いですね。手拭いと、エヴァンゲリオンエクストラマガジンですね。とこのサインがプリントされた両者のポスターというのかな、これはポスターですね。そしてクリアファイルですね。クリアファイルと、感謝の文が述べられた文ですね、いただきました。なんかエヴァンゲリオン好きで良かったなってすごいなんか思います。ありがとうございます。なんかただただ幸せな動画になってしまって申し訳ないんですけれども、引き続き、ね、皆さんぜひ8月13日から、公開 Amazon プライムで新配信しております新エヴァンゲリオン劇場版を、見ていただければなというふうに思います。ということでこれぐらいかな。はい、バイバイ。